いろいろと目標を設定してもうまくいかない。上司にはいつもダメ出しをされる。同僚と比べても仕事が遅い。異性にはモテないし、告白されたことなんてない。人生がなんとなくうまくいかない人、実は自分で自分はダメだって決めつけてないか。それは自信がないからだ。本書では自信がどれほど重要か解説する。さらに君が自信を持つための考え方も紹介する。本書の目的は簡単だ。読み終わった後に君が自分に自信を持っている状態にするということだ。こんな自分でいいんだ、むしろ良かったんだ、そんな風に思えるようにしたい。だから本書では2つの要素がある。一つは自信が大切だというわ。もう一つは君は自信を持っていい、自信を持っても間違っていない、自信を持つに足る人間だというわ。この二つを提示する。それでは早速始めよう。自信があるから何かができる。自信があるから行動が起こせる。自信がないと失敗することばかり考えてしまうし、チャレンジは自分にふさわしくないと考えて自重してしまう。話をわかりやすくするために大げさにするが、例えば英語を勉強したいとする。自信がある人は英語なんてアメリカ人なら子供だってできるんだ、自分にはできる、そう考えて一歩を踏み出せる。しかし自信がないと自分にできるはずがない。優秀な人でも学習に挫折する人はたくさんいる。自分だってそうなるはずだ、そう考えてしまう。さらに自分みたいな人間が英語を勉強しているなんてみんなに知られたらどう思われるだろう。英語を勉強するってカッコつけているの？身の程知らずじゃない？それでキャリアアップとか考えてんじゃないの？厚かましい。そんな風に思われてしまうかもしれない。できないことをやって身の程知らずと思われてバカにされるくらいなら何もしない方がいい。英語ごときで周囲からこんな風に思われるわけがないし、そこまで不安になる人も少ないだろうか。ではこれが英語ではなくて部長になりますだったらどうだろうか。何そんな目標を立ててるの？無理だよ。自分の成績見てみろよ。身の程知らずとはまさにこのこと。自分のことが分かってないんだな。もし部長になる意思を宣言したなら周囲からこんな風に思われることはあるだろう。これはそれほど大げさとは言えない。数人はこのくらいの反応はする。もちろん君が成績優秀で仕事ができるタイプだったら周囲の反応は当然だよなとなるかもしれない。要するに現状がついてきていないのに目標が大きければ口ばかりの人と思われてしまう可能性があり、それが嫌なのだ。ここで自信が重要になってくる。強い自信を持っている人は口に出すかは別にして自分は部長になれると思っている。だから今は仕事ができなくてもすぐにできるようになる、そう信じている。そこまで自信がない人でも部長になれるかわからない。しかしある程度いい仕事はできるはずだ、頑張ろう、そう考えて目の前の仕事を頑張る。しかし自信がなければ部長は無理だし、ましてや今できてない仕事もできるようになるかわからない、そう考える。できるかわからないと不安になっているから目の前の仕事に集中もできない。頑張ればできると思えなければなかなか頑張れないのが人間だ。だからこういった自信のない人は良い上司や友達、先生から頑張れ、君はできる、そう言ってもらえると頑張れる。しかしそういった人がいないと不安になってしまって仕事が手につかなくなる。そして手につかなくなれば成果も出ない、また自信を失う。ほら自分はダメだ、自分で自分を不安にして失敗して自分のダメさを自分で証明してしまうのだ。ここで気になるのは自信がある人は根拠があって自信があるのかということだ。成功体験があるから自分に自信があると思うかもしれないが、大抵の自信に対した根拠はない。部活で活躍したとか、学生の頃テストで良い点数を取れたとか、その程度のことはあるが、そんなことは誰でもあることだし、それ以上に頑張ったけどダメだったこと、自分の無能さが証明されるような出来事だってある。普通は生きていれば失敗の方が多い。それでも自信を持っている人がいる。そういった人は都合よく忘れているのだ。成功したことを繰り返し思い出し、自分はできると考え、失敗したことは思い出しもしない。人間は同じ失敗を何度もするが忘れているのだから当たり前だ。同じ失敗を何度もするなら忘れてはダメだと思うかもしれないが、それは違う。同じ失敗を何度もしてもいいから自信を持っている方がいい。野球選手は3割打てば優秀なバッターと言える。7割は失敗しているのだ。同じ失敗もいくつもあるだろう。もちろん失敗を反省して練習に生かす。しかしバッターボックスに入るときに失敗のイメージを持たない、成功のイメージだけを持って入る。特に失敗が許されない場面、ここで勝負が決まるという場面では失敗を考えないようにするだろう。失敗を恐れたら手が出ないのだ。失敗したら反省して改善の努力はする、練習はする。それが終わったら自分は次は成功できるというイメージを持って挑むのだ。
また人生は予習ができることばかりじゃない。むしろ新しい問題ばかりだ。だから普通に生きていれば失敗する。それなのに失敗を恐れていては何もできなくなる。自信がなければ新しいことを始められない。失敗するイメージしか浮かばないからだ。そして人生は新しいことばかりだ。自信があれば新しいことに取り掛かれる。失敗もするが、失敗した分だけうまくもなるし、偶然うまくいくこともある。自信がある人だけが何かができるということだ。運が良いと思うと感謝ができる。自信がない人は往々にして自分は運が悪いと考えている場合がある。君はどうだろうか。もし自分が運が悪いと考えているなら、運がいいと考えるようにしよう。とんでもない。実際に運が悪いのに運がいいと考えられるものか。君はそう思うかもしれないが、運は所詮主観だ。運が悪い理由も運が良い理由もいくらでも考えることができる。もし君は理屈がないと運がいいと思えないなら、少し提示してみよう。まず先進国に生まれた時点で運がいい。表現の自由が保障されていて、衣食住に困らない。いざという時には高度な医療も受けられる。この地球上で先進国に生まれた人は全体の2割程度しかいない。上位 20% のラッキーだ。さらに君は文字が読める。文字が読めればいろいろな本が読める。本が読めれば様々な役立つ知恵や面白い物語が楽しめる。しかもここは先進国だ。お金を使わなくても図書館にいくらでも本がある。これほどの幸運があるだろうか。知恵も娯楽も取り放題だ。さらに君は多少問題があっても善良な人間に囲まれているはずだ。親兄弟、妻、夫、恋人、上司、同僚、部下、いろいろな人がいるはずだから、そのほとんどの人は普通に社会生活を送る善良な人たちだろう。そういった人たちに囲まれていてもまだ運が悪いだろうか。自分の運が悪いと考えている人は実は周囲の人への感謝が足りない人とも言える。自分を気遣ってくれてありがとう。そういった感謝の気持ちがあれば自然と自分の環境に対して肯定的な思いが生まれるものだ。それがないということは不運というよりかは感謝が足りないということになる。また逆に自分は運がいいと無理やりにでもいいので考えてみよう。その幸運な状況を作ってくれているのは周囲の人たちなのだ。両親にこの世界に産んでくれてありがとうと感謝し、伴侶に寄り添ってくれてありがとうと感謝する。友達でも同僚でも自分という人間と向き合ってくれていることに感謝できるはずだ。誰だって君を避ける自由があるのだ。君の失敗を望む人もいる。とはいえ、君が失敗をすることを望む人もいる。君が出世するなら、必ず陰口を言う人はいるし、気に食わない人はいる。それは必ずいる。そして、こういった人に対処する方法も、あまりない。人の失敗を望む人が成功することはないので、本当は、こういった人は、自分で気づいて、自分の思考の貧困さを修正した方がいいのだが、人に言われてできることでもない。だから、こういった人は、構わないでおこう。あまり深入りをしない。社交辞令の、付き合いしかしない。重要なのは君にネガティブに接してくる人に集中しないことだ。それをすると自信を失うことになる。せっかく部長になるために頑張っているのに、お前なんか無理に決まっているだろうと考えている人たちに集中すれば無理かもしれない。そんな気持ちが湧いてくる。君の成功を望む人もいる。逆に君の成功を望む人も必ずいる。君が部長を目指していることを応援する人は必ずいる。まず君の部下だ。君が部長になったら自分たちも一緒に昇格できるかもしれないし、給料が上がるかもしれない。上司の出世は部下にとって具体的なメリットがある。彼らは君を応援したいだろう。次に君の上司、部下が出世するということは上司も出世するという可能性が高い。大体会社において縦のラインは同時に出世するものだ。上司が役員になったから自分が部長になるという形だ。あるいは他部署に異動になって君が部長になる場合でも、君を育てた上司の評価は高いだろう。何せ部長になるほどの人材を輩出したのだ。ただもしかしたら会社でそれほど君の出世を望む人がいないかもしれない。君が平社員ならまず部下はいないし、上司は出世の仕組みを理解していなくて、君が部長になったら自分が損すると考えているかもしれない。それでも君の家族は君の出世を望んできるだろう。妻や夫は生活の面からも出世を応援するだろうし、親にしても自分の子供が出世したら嬉しい。誰かしら君の成功を心から望む人はいるのだ。それを忘れないでおこう。最悪なのは君のことを好きじゃない人に集中すること。先ほども話したが、最悪なのは君の成功を望まない人に集中してしまうことだ。それで自分は成功にふさわしくないと考えて自信を失ってしまうことになる。
君が集中するべきは、君のことを応援している人たちだ。君のことを大好きな人たちだ。そこに集中すればいい。そうすれば自然と自信が持てる。もし君が今まで自信を持てない人生を送ってきたなら、君の成功を心から望んでいない人に集中してきたからだ。短所を直さない。絶対直さない。さらに自信をつける考え方のコツを伝えたい。短所を直さないと決めることだ。普通会社では短所を直せと言われる。学校でもそうだし、家でもそうだ。しかし、二十歳過ぎた大人が短所を簡単に直すことはできない。一生直らないかもしれない。だから、そこは諦めよう。短所とは人よりできない部分だ。そこを直すことに集中し続けていると自信を失う。人よりできないことを人並みにしようと頑張っているのに苦手なことだから直せないのだ。これは自分のことを普通の人以下だと考えるには十分な体験だ。いろいろな短所があるだろう。勉強が苦手、資格試験などを受けても落ちる。英語の勉強も続かない。話すのが苦手、商談でも困るし、上司にもうまく報告ができない。数字が苦手、利益の計算や予算の考え方が理解できない。いろいろと短所があるだろうが直さない。どうせ簡単には直らないからだ。もちろんちょっと頑張って直りそうだったら直してもいい。しかし無理そうだったら直さない。直す時間がもったいない。短所を直す時間を捨てれば時間が余る。その余った時間を何に使うか。長所を伸ばすために使う。長所は得意なところだ。得意なことだから成長が早い。どんどん上達する。例えば勉強が苦手で数字が苦手だが話すのが得意だとする。だったらひたすら話術を磨いていけば商談で活躍できる。会社で一番のプレゼンターになれるかもしれない。資格もないし、ビジネスの数字も苦手だけど、プレゼンテーションだけは抜群。そのようになれる。この人が下手に勉強や数字を克服しようとする。英語の勉強を始めたはいいが、2年も3年もやっても中学生レベルで趣味程度の価値しかない。仕事では役に立たない。数字を学ぼうとしても結局生半可な理解で間違うことが多い。そもそも財務諸表は未だに読めない。そして長所に対して時間を使ってないから、ただの話の上手な人泊まりで、それほど特別なスキルは一つもない。こういった中途半端な人間になる。実は人間はほとんどの場合チームで働くのだ。チームで働くのだから短所があってもいいのだ。チームメンバーがフォローしてくれる。数値が得意な人や英語ができる人がフォローしてくれるのだ。だから自分は一番得意なことを他の人ができない領域まで高める方がいい。そうすればチームの合計値は上がるのだ。勉強力は山田さんが90点、数字力は田中さんが90点。こういった状況で君が勉強力と数字力を高めても意味がない。90点を超えることはできないからチームの上限値は上がらない。しかしこのチームでプレゼン力が山田さん70点が最高だったら、君がプレゼン力90点までいけばチームの総合力は上がる。勉強力山田90点、数字力田中90点、プレゼン力山田70点。これがこう変わる。勉強力山田90点、数字力田中90点、プレゼン力君90点。チームとしての能力が上がったと言える。これがチームで働くということなのだ。もちろんどれもそこそこできる万能タイプが必要とされる場合もある。ただ誰もが万能タイプを目指す必要はない。万能タイプに向いている人は万能タイプを、プロフェッショナルタイプに向いている人はプロフェッショナルタイプを目指せばいい。自信をつけるために君にやってもらいたいことは、短所を放っておいて長所を徹底的に伸ばすことだ。長所では社内でも1位2位を争うような存在になってほしい。それはプレゼンかもしれないし、文章力かもしれないし、数字力や勉強力かもしれない。どれかはわからないが、長所を徹底して伸ばすことだ。後書き。自分にしかなれないし、それが一番いい。結局誰だって自分にしかなれない。自信をなくす多くのきっかけは人と自分を比べた時だろう。もちろん社会には競争があるし、人と比べられることもある。ただ最終的に自分は自分自身でしかない。自分が生まれ持ったもので世の中を渡っていくしかないのだ。そこに自信が持てないかもしれないが、それは物の見方一つだ。例えば30歳まで職歴のないニートでも人よりも非常に優れたものがある。検索能力だ。同じテーマでも驚くほど目的の情報にたどり着くのが早いし、見つける情報の質も高い。ネットで噂になっているようなことは様々な人が話題にしているうちに本来の姿と変わっていってしまうことが多い。だから一時ソースが重要になる。とはいえ話題になればノイズも多く、元をたどるのは難しい。ニートはそういったものを一瞬で見つけてしまう。もちろん人による。これは一例だ。しかし自分の資質に深く注目することにより、
必ず長所を見つけることができるし、それをきっかけに自信を持つことができるはずだ。さて、君の長所は何だろうか、よく考えてみよう。それでは、君が自分の長所を見つけ、専門性を持ち、社会で大活躍し、自信にあふれた人生を歩むことを想像しながら、本章を終わらせていただく。読料、ありがとうございました。